アティア・バルバカエソニアアティア・バルバカエソニアは、共和制ローマ末期の人物。初代ローマ皇帝、アウグストゥスの母として知られる。父は、マルクス・アティウス・バルブス。母は、ユリウス氏族カエサル家の出身。ガイウス・ユリウスカエサルの名にあたる、マケドニア族州総督で、元老院議員であるガイウス・オクタウィウスと結婚する。この結婚で、小・オクタウィアとガイウス・オクタウィウス・トリヌスを生む。 しかし、夫が執政官に立候補途中に死去、そして彼女はカエサル支持者であったアルキウス・マルキウス・ピリップスと再婚する。再婚した夫は連れ子であった子供を可愛がり、義理の娘であるオクタウヤの結婚の取り決めを行い、ショーマルケルスと結婚させた。タキトスによると、彼女はとても信心深く、資料に富んだ女性であったとのことである。 またスエトニウスによると、オクタヴィアヌスを生んだ時に、神がかり的な予兆を体験したという。またカエサルが暗殺され、その後継者に、息子オクタヴィアヌスが指名されると、あまりの重責を恐れ夫ピリップスと共に息子に、カエサルの後継者となることを辞退するように、説得したという。彼女は、紀元前十三年、息子が一回目の執政官に就任している際に死去、オクタヴィアヌスは、 母親の葬儀をとても定調に取り行ったと言われる。HBO 制作のドラマ、ローマ、ローマにおける、アティアは、後世の歴史家による伝記に書かれているのとは異なり、非常に独占的、野心的な女性として描かれている。彼女は子供たちを保護しつつ、政治を任されない女性のみながら、カエサルに取り入って、息子の英達を達成しようとする。また彼女は、性的にも放らであり、 身分の低い、ユダヤ人を愛人として配下にしている他に、マルクス・アントニウスと愛人関係にもある。また、嫌がる娘性を送ったウィアを、夫から離婚させて、ポンペイウスの誤妻にさせようと、よとぎさせたり、カエサルの愛人セルウィリアと表面では友好を、装いながらも陰で熾烈な対立をする。ありがとうございます。